ヤクルトリーグ優勝2年連続9回目1対0でサヨナラ勝ち。2022年9月25日、プロ野球セリーグで優勝へのマジックナンバーを2としていた首位のヤクルトが25日夜2位の DNA に1対0でサヨナラ勝ちし、2年連続9回目の優勝を決めました。 セリーグ首位のヤクルトはマジックナンバーを2として25日夜本拠地の神宮球場で2位の DNA と対戦しました。試合はヤクルトの小川康弘投手と DNA の今永翔太投手の両チームの先発による投手戦となり、しまった展開となりました。ヤクルト打線は中盤までヒット1本に抑えられましたが0対0で迎えた7回。 この試合初めての連続ヒットとフォアボールで2アウト満塁と今永投手からようやく大きなチャンスを作りました。しかし1番山崎光太郎選手がファーストゴロに打ち取られ先制点を奪えませんでした。それでも両チーム無得点のまま迎えた9回1ナウト2塁のチャンスで途中出場のルーキーの丸山若織選手が DNA の3人目、エスコバー投手から2ベースヒットを打って、ヤクルトが1対0でさよなら勝ちしました。ヤクルトは2年連続9回目の優勝で、球団としてのリーグ連覇は平成5年以来29年ぶりです。DNA、三浦監督、悔しい。DNA の三浦大介監督は、去年に続いて目の前でヤクルトが優勝したことについて、悔しい。先発の今永投手は、 魂を込めてよく投げてくれたし、打線も食らいついていたが、そう簡単にホームを踏ませてくれなかったと話しました。また、25日、巨人が敗れたことから、シーズンの順位が2位に確定したことについては、今は今日の試合で負けた悔しさが強い。クライマックスシリーズに向けても、今は悔しくてしょうがないので明日からまた考えます、と、言葉少なでした。リーグ連覇の要因。 ヤクルトのリーグ連覇を牽引したのは、不動の4番、そして球界を代表する4番として大きな成長を遂げた22歳の村上宗隆選手でした。数字は試合前、22歳とは思えない村上選手を語るとき、誰もが口にしてしまう言葉です。今シーズンの村上選手の打点はここまで132、12球団トップとなるチーム打点。 582のうち4分の1を村上選手が一人で叩き出しています。体調不良で欠場した1試合を除いた135試合にすべて4番として出場。打率、打点、ホームランの3部門でリーグトップで令和初の3回の視野に捉えています。中でも光るのが勝負強さです。交流戦の優勝がかかったソフトバンクとの直接対決で、 試合を決める逆転の満塁ホームランを打つなど、今シーズンだけで満塁ホームランは4本。ここぞという場面でチームを勝利に導いてきました。今シーズンの自身について悪いスイングもいいスイングも引きずらずに打席に立てている。チームを引っ張ることは苦ではないと4番としての自覚たっぷりに語る村上選手。ホームランは現在、巨人の大沢春さんに並ぶ55本。 チームをリーグ連覇に導いた4番は残り試合でどれだけホームラン数を伸ばすのかにも目が離せません。さらに野手では若手も対等しました。去年出場5試合だった高校卒業3年目の長岡秀樹選手がショートのレギュラーに定着。131試合に出場しプロ第1号を含むホームラン8本とブレイクしました。 高校卒業2年目の20歳、内山聡馬選手も、ほぼ年間を通して、1軍でプレーし、チームの底上げにつながりました。さらに、リーグ連覇の原動力となったのは、今年もリリーフ陣でした。昨シーズン11月の日本シリーズまで戦い抜いたヤクルト。選手たちの金属疲労が心配される中、高津監督は、コンディションを最優先にするため、リリーフ陣については、特別な場合を除いて、 極力、三連投を避ける再配を行いました。その結果、勝ちパターンを担う、清水昇投手や、抑えのマクガフ投手いった去年、リーグ優勝と日本一を経験したメンバーが、今シーズンもフル回転。清水投手は、防御率1点台、マクガフ投手は、12球団トップに並ぶ、37セーブをマークしました。加えて、若手も対等しました。今年プロ初マウンドを踏んだ。 去年のドラフト1位で2年目の木澤直文投手が1軍に定着。課題のコントロールが改善したことで競った場面で多く起用され、中継ではチーム最多の54試合に登板し、8勝を挙げリリーフ陣を支えました。チームは夏場に新型コロナウイルスの影響で多くの主力が離脱するアクシデントに見舞われましたが、 不動の4番と去年に引き続きリリーフ陣がチームを牽引、チームをリーグ連覇に導きました。優勝への奇跡。セリーグ連覇2年連続日本一を目指すヤクルトは阪神との開幕戦、4回までに1対8とリードされる劣勢をひっくり返す劇的勝利を挙げ、そこから3連勝。これぞ王者という戦いぶりで今シーズンのスタートを切りました。 しかし、その後は去年11月まで戦い抜いた、好遺症に悩まされます。去年、先発ローテーションの一角を担った3年目の奥川康信投手や開幕から5番を任され、好調だったサンタナ選手が、怪我で離脱。日本シリーズで MVP に輝いたキャッチャーの中村雄平選手も、出遅れて波に乗れず、4月が終わった時点の順位は3位でした。 そのヤクルトが抜け出すきっかけとなったのが交流戦でした。中でも活躍が光ったのが22歳の4番村上宗隆選手でした。延長となった交流戦の初戦のさよならツーランや交流戦の優勝がかかったソフトバンクとの直接対決での逆転の満塁ホームランなど、勝負どころで試合を決める一打でチームを牽引し、打率3割5分1輪ホームラン6本をマーク。 さらに、リリーフ陣も奮起。清水昇る投手やマクガフ投手など、去年のリーグ優勝と日本一の原動力となったメンバーに加え、交流戦では、新外国人のコール投手などもフル回転し、6月に入ってからは、誰も失点することなく、僅差の試合を制しました。投打でパリーグのチームを圧倒したヤクルトは、全チームに勝ち越して、交流戦で4年ぶりに優勝。 この時点で2位の巨人とのゲーム差は7となりました。その後も勢いは止まらず、6月19日には今シーズン最長の8連勝。先月29日の広島戦では13カード連続の勝ち越しを決め、7月2日には2位巨人に13.5ゲーム差をつけ、早くも優勝へのマジックナンバー53を点灯させました。 リーグ連覇に向け、資格なしと思われたヤクルトでしたが、7月上旬、チームに激震が走ります。新型コロナウイルスへの感染が相次ぎ、高津監督に加え、キャプテンの山田哲人選手、ベテランの青木典近選手など、多くの中心選手が離脱。ベストメンバーが組めず、7月18日の巨人戦で、6連敗を喫するなど、苦戦を強いられました。 後半戦に入っても、投打もにチーム状態は上向かず、7月29日にはマジックナンバーが消滅。8月5日から12日にかけて、今シーズン最長の7連敗を喫し、2位に浮上した DNA の猛追を受けます。そして DNA と最大で17.5あったゲーム差はわずか4となり、先月26日からの直接対決3連戦を迎えました。 結果によっては優勝への流れを渡しかねないこのカードで大活躍したのが、またしても4番の村上選手でした。カードの初戦でホームラン2本を打つなど、3連戦でホームラン4本を含む11打数9安打9打点と大暴れし、ヤクルトが3連勝。再びゲーム差を7に広げて DNA を突き放しました。そして今月11日にマジックナンバー11が再点灯。 その後は一度もマジックを消滅させることなくリーグ連覇に向け突き進みました。